川内駅は岩手県宮古市川内にある東日本旅客鉄道山田線の駅である。九州新幹線及び鹿児島本線の川内駅と区別するため、当駅発着の切符には川内と印字される。相対式ホーム2面2線のホームを持つ列車交換可能な地上駅。もともとは2面3線で、 三番線のみ両方向に折り返し運転ができたが、特殊自動閉塞化に伴う合理化で三番線が廃止され、代わりに二番線で都方に折り返しできるように変更した。森岡駅管理の無人駅である。校内に給水塔が残り、駅スタンプも設置されている。CTC 化までは、社員配置駅であった。管理駅として、松草駅陸中川駅間の各駅を管理し、 運転取扱業務のため終日社員が配置されていた。当駅を通過する列車には、東務駅長が通過監視を行い、ポス端末が設置されていた。現在、当駅始発、終着の宮古方面の列車はに往復ある。以前は、朝の下りあたり駅始発と夜の上りあたり駅止まりは、反対方向の列車と並結されて、宮古駅まで改装されていたが、 現在は単独で、宮古駅まで改装されている。JR 東日本によると、2000年度から2017年度の1日平均乗車人員の推移は以下の通りであった。ありがとうございます。